い、どうも、コミです。さて、本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしたいというふうに思っておるんですけども、いや、でも最近ちょっと寒くなってき始めたんじゃないですかね。日本はどうでしょう。こちらドイツだとですね、まあ朝はだいたい7度とか8度ぐらいで、まあ昼間16度とかそれぐらいかな。まあ結構寒いですね。なんかもう完全に秋を超えて冬になんか入ったのかなみたいな感じの雰囲気を感じてるんですけども、皆さんもね、これから徐々にまあ寒くなっていくと思うんで、体調を崩さないようにね、気をつけてもらえたらなというふうに思います。で、本日お話ししたいのはですね、タンホール13向けのお話、まあ12でも、これは言えるのかなと思うんですけども、ですね、前回狙うときに、どうしますかっていうお話ですね。まあ、っていうとなんだそれっていうふうに思うかもしれないんですけども、これまでですね、やっぱりタンホール11とかをやられてきた方っていうのは、まあ全開するってなったら、やっぱりイーグル砲から先に壊すっていう頭が、まあ多分、あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。イーグル砲って、やっぱり起動する前に壊しちゃうっていうのが、すごい重要だと思うので、そこを意識すると思うんですけども、タンホール12、特に13になってくると、ちょっとね、それが、ね、考え方が変わってくるなというのをね、結構最近よく感じていて、ね、これ見てほしいなと思うんですね。まずは1本目はですね、この前回かな。これ見てほしいんですね。天才、ネクロですね。オデヒーからのネクロラッシュの形で、最近よく、流行っている編成ですね。シングルインフェルノタワーが3本あるような、まあ、こういうタイプの村にはめちゃくちゃ刺さるということで、まあ、いろんな、YouTuber の方も、これを推している方、本当多いんじゃないかなっていうふうに思うし、自分も、時間切れのリスクはやっぱあるんですけどね。それを、気をつけながら使えば、もう十分な強さ、突破力はあるかなと思います。ちなみに、ちょっと本題に入る前に、今ね、ミッチェさん、ちょっとこれ持たなかったですね。先にこれ、グランドオーデのオデヒーから展開すべきですね。別に援軍をね、これ、クランジを破壊するわけではないので、ライトニング使う前に、オデヒーとかそういう削りを入れられる場合は、なるべくそっちを先にやっておく方がお得ですね。時間の節約になります。で、ただですね、このアタックでうまかったのは、イーグル砲とタウンホールがこう全く正反対の方向にありますよね。で、優先的に序盤主力を使って壊していく方の施設をタウンホールにしているんですね。この点がうまいです。で、この後もう一本見ていただきたいリプレイっていうのは、残念ながらですね、ちょっと前回ならずだったんですけども、同じ村を攻めたんですけども、星1、しかもほぼほぼ同じ編成です。なんでかというところなんですね。まあ、ここまで言うともうちょっともうネタバレに近いと思うんですけども、先にイーグル砲の方からですね、入っていってしまったんですね。これがちょっともったなかったかなというところです。で、この攻め、オデヒーからですね、一気にネクロマンサーにこのヒーラーをこうスイッチさせて、ガンガンこのネクロマンサーの体力を維持しながら、スケルトンとネクロ、アーチャークイーン、まあ、この辺のユニットで、押していくんですね。で、タウンホール深くに突入していくんですが、ちょっとまあトーム若干早かったかもしんないですけど、まあネクロマンサーが大量にこういるのと、アーチャークイーンもいて、後ろからヒーラーもついてるので、まあなかなかね、ネクロマンサーが落ちないというところですね。このままあとはネクロの数、あとまあそこのから、生み出されるスケルトンの数、これによって押し切っていくという形になります。シングルインフェルノ3本なので、ロイヤルチャンピオンみたいにこう捕まっちゃうとね、一気にヒーローはやられちゃうんですが、まあそうならなければ延々とスケルトンがターゲットを取ってくれる。で、まあさらにこのネクロマンサーもアーチャークイーンとかの盾になってくれるので、まあその効果を、存分に恩恵受けながら、ね、攻めていくっていう形ですね。ジャンプの呪文はですね、だいたい1枚ぐらいを詰めるかな、程度です。この編成を使う時のコツとしては、自分が思っているのはライトニング5発を使って投石機と周りにあるマルチインフェルノだったり、あとはまあクロスボウですね。ネクロマンサーが弱いのはこの辺の施設になってくるので、まあ、あとはまあウィストもまあ弱いっちゃ弱いかな、一緒に巻き込めたら美味しいんですけど、まあ、この辺特に今投石機ですね、を中心とした相手の集中火力が集中しているポイントを、天才パートライトニングクエイクで壊していって、ジャンプを多くても1枚、できればスーパーウォールブレイカーとかでジャンプ使わないパターンが一番美味しいですけども、で、一気にこの村の中心部まで入っていける、そういう村が、おすすめですね。当然、シングルインフェルノが多いに越したことはないです。今回で言えばここに入り込んでしまえば、ずっとこの通路を通ってこう
ネクロマンサーが、進軍していきますよね。そうすると中側と外側から、こういった区画の中の、防衛をこう全部潰すことができるので、こっちもそうですね、中と外からって感じですね、いう形で、挟み撃ちにすることによって、ネクロマンサーの挟み撃ちによって、防衛を壊していくという形ですね。ジャンプ2枚使っちゃうとレイジが持てなくなったりとか、まあ、そういう弊害が出てくるので、あんまり、まあ、時間切れの リスクにもつながるしね、おすすめは個人的にはしないかなというふうに思います。まあできなくはないと思うんですね。はい、でですね、どれだかな、今日はもう2本見てほしいと思うんですけども、もう1本がこれですね。はい、このアタック、主任さんのアタックなんですけども、今と同じ村なんですが入りが違うんですね。こちらからこう入っていきます。でタウンホールを最後狙っていこうというふうに考えるんですけども、まあですね、これ、別に今回のこのスケルトンラッシュに限った話ではないと思うんですね。イエティラッシュも、まあ基本的にはそうなんですが、火力の低い方から行くとですね、トームの使いどころが後半になっちゃうんですよね。トームって、ライドルラッシュなんか見てる方はまあよくわかると思うんですが、なるべく前半に使いたいんですね。なんでかっていうと、ユニットがいっぱいいるからです。呪文プラストームっていうのは当然重ね掛けができるので、この2つを同時に前半重ね掛けて、一気に無敵の高火力ユニットで、しかも大量のですね、押し切っていくっていう形をなるべく序盤に作った方が美味しいんですよね。後半になっちゃうとやっぱりユニットが減ってくるので、同じトームなんですけども、かけられるユニットが今回ではネクロマンサー、今13体いますけども、後半になったら多分8体とか7体に減っちゃうんですよね。その、6体分にはかけられないような形になってくるので、そこをこう無駄にしないように序盤に、トームを打つようにしたいということですね。当然終盤にトームを打っちゃうと、今回のケースで言えば宝石、あとはここのタウンホール、あとはクロスボウとかですね、こういう施設に、ガンガンとダメージを受けてしまうので、トームはやっぱりそこの相手の効果力に向けて温存したいところですよね。でも温存しちゃうと今度は序盤にこんな感じですね。そこに到達するまでにじわりじわりとこうユニットが削られていってしまうので、使えるユニットの数が減ってしまって、まあ、トームが、まあ、無駄打ちとまではいかないですけども、ちょっともったいない使い方になっちゃうということですね。そうしないように序盤になるべく高火力帯と当たるように、プランニングを組むというのが、これからタウンホール13ないしは12をやっていく方には、個人的にはおすすめなパターンかなというふうに思います。見た感じね、結構いいように見えるじゃないですか。でももうトームかけた時点で結構ネクロが減ってんですよね。でさらに、減ってるっていうことは火力も起こってるんで、トームをかけて、ここを突破しきれずにタウンホールが残っちゃったっていうのが今回のパターンですね。そうするともうあとは、タウンホールが永遠と、毎秒300ダメージかける4体にこう与えてくる、まあ、この破壊力をいかんなく発揮してですね、防衛の要として、立ち塞がってしまうということになりますので、なるべくですね、攻めるプランを考えるときには序盤にタウンホール、とにかくこれが一番今タウンホール13で、火力が高い防衛になりますので、ここを序盤に落としておく。で大体タウンホールの周りには高火力の防衛が何個かあったりするんで、それを巻き込んでトームプラスレイジなんかでガツンと押しちゃうという形を作るのがいいかなというふうに思います。自分のプラン通りにいってるんだけど、なんか全開取れないな、なんでだろうなっていうふうに悩んでる方は結構多いと思うんですが、まあそういうところにちょっとね気をつけてもらうと、そういうプランニングじゃダメだったのかと、そもそもプランの段階でちょっと無理があったんだなってことに、もしかしたら気づいてもらえるケースっていうのがあるんじゃないかなというふうに思うところですね。はい、まあ、というところがですね、本日の話したい、ポイントでした。まあ、だから要するに高火力部分から、まあ、主力で潰す場合はですね、イエティにしても、ネクロマンサーにしてもドバッとね主力をいっぱい出してグランドウォーデンをつける、まあ、ドラゴンもそうかもしれないですね、そういうような形で主力にウォーデンつけてトームを使うっていうプランを考えるんだったら、なるべく高火力帯を序盤にですね、まあ、そこがポイントかな。で最後見てほしいのはですね、これスケルトンじゃないわ、ネクロマンサーを、まあ、使ったアタックをするときに、本当に気をつけてもらいたいのがですね、
時間ですね。さっき一番冒頭、あのミッチーさんのアタックを私見たときに、先にグランドオーデンから出した方が良かったかなという話をしましたけども、そうしないと どうなるかっていうのが、これですね。まあ、全く私も同じようなアタックをしました。あの、流行りに乗っかってね、やったんですけども、どんな感じのプランでいくかっていうと、ここ、完全に相手のネクロマンサー潰しの防衛がいっぱいありますよね。リグのクロスボウプラスマルチインフェルの合計防衛が4個固まってるんで、そこっていうのを、すいません、失礼しました。そこっていうのをこんな形でね、ライトニングで潰していこうと思いました。で、ここを潰しちゃえば、あと周りに残ったこの部分っていうのを、グランドボーデンで潰しやすくなるんで、潰してから、ネクロをこんな風に流していこうかなっていう、こんなようなプランですね。今回はジャンプ2枚積んでます。正直あんまジャンプ2枚積みたくなかったんですけども、ここの、ライトニングプラス、グランドボーデンのお手引きパートで、だいぶですね、防衛に対するアドバンテージが取れたので、レイジはまあ1枚でもいいかなということで、こんなようなプランニングにしたというところですね。はい。ただまあ時間切れなんですね。それをちょっとじっくり見てほしいと思うんですけども、まあグランドウォーデンが、合計で1分10秒間ぐらいですかね。お出火のパートをこう継続して、ね、やっていきます。で、そこから残りの1分50秒ぐらいを使って、ネクロマンサーで押していくんですが、押し切れないんですね、やっぱり。いけるかなと思ったんですよ。まあこのタイミングですね、1分50秒で。ネクロを出していって、まあ、このちょっとね、投下兵舎もここに出すべきじゃなかったですね。こっちの、9時方面に出して、ペッカたちを、バーバリアンキングと一緒に歩かせればもっと良かったかなっていう気がします。この後出てくるホグライダーがみんな、こっちの3時方面に行っちゃってね、無駄になっちゃったんで。ただ、トームは見ての通り、このタウンホールと相手の防衛軍、あとクロスボウなんかに当たるところ、一番火力が高いところを序盤で落とすような感じのプランニングになってますので、ここでしっかりトームが決まれば、その後、残るユニットの数がえげつないぐらいなんですね。見てください、このネクロの大群。これ、爽快感あふれるネクロの大群じゃないですか。で、巨爆を受けようがヒーラーが後ろにいるから死にゃしないということで、もうあとはもう、あ、これはいけるな、あと時間だけだと思ったら時間にやられたって感じですね。もう、これ悔しいですよね、時間にやられると、本当に。前なんかの動画で言ったかもしれないですけど、今このタウンホール13って、ストレージ、要はその金山とか、エリクサーポンプとかの体力が上がったことによって、防衛を全部壊せるんだけども、時間が切れちゃうっていうパターンが非常に多くなってますね。まあ、それがあるから、悔しい、もう一回みたいな感じで、まあ、やる気が、持続するっていうのもあるんですけども、まあ、なるべくなこの時間切れは避けたいので、まあ、今回のケースで言うとどう改善したらいいのかなってちょっと自分自身まだ答えがないんですが、グランドオーデンの削りを少し、ね、短くするとか、あとは、回収用のユニットなんかを少しバルーンとかを持ってっておけばよかったかなとか、あとは投下兵士の位置とかですね、まあ、そういう細かい微修正はあると思うんですけども、まあ、こんな感じになっちゃうので、このネクロマンサーアタックっていうのをやるときには、とにかくその時間に対するケアを意識してやってもらうのがまあいいかなと思います。で、高火力のところから、高火力帯から突っ込んでいくこと。で、時間切れを避けるためになるべくグランドボーデンのお出火に費やす時間はまあ1分間ぐらい。まあそれぐらいを目安にしておくのがいいのかなっていう気がしますね。もう2分を切ってきたら、ネクロを出せるような。ぐらいにしておくのがベターかなと。まあ、この辺の2点を気をつけてもらえたら、このネクロ、おでひ天才ネクロかなは使いやすいかなと思うし、あと、まあ、イエティなんかを使うときも今言った、高火力帯から潰していくという考え方は非常に共通する部分なので、ぜひぜひですね、参考にしてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、タウンホール12、まあ、13の方向けですね、の、プランニングのポイント的なところを中心にお話をさせてもらいました。これもしも参考になっているということでありましたら、ぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、関西クラクラクラブもですね、タウンホール13のメンバー、どしどし募集しておりますので、対戦大好き、タウンホール13って方がいらっしゃいましたら、遠慮なくですね。ちょっと遊びに来てよぐらいでも全然構いません。遊びに来てもらえたらみんな喜ぶと思いますんで、お待ちしております。はい、というところでですね、本日の動画終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。